も関口美奈子です。今回は女性が好きな人と2人きりになった時にする行動7選をお伝えします。しっかり覚えておいて、2人きりになるチャンスがあったら見逃さないようにしてくださいね。女性が出すちょっとした変化に気づけないと物語が始まりません。9年間のホステス時代に3万人以上接客して、結婚相談所を始めてからもたくさんの男女の恋模様を見てきた私が、女性の脈ありサインの決定版を伝授します。多くの女性は好きな男性の前だと普段とは違う行動や仕草がつい出てしまうもの。女性の行動や仕草の変化に気づくことができれば、より効果的に恋愛アプローチにつなげることができます。そこで今回は、女性が好きな人と2人っきりになった時に思わず取ってしまう行動を7つご紹介していきます。女性心理を理解して恋愛に生かしたいという方は、ぜひ最後まで見ていってください。私のチャンネルでは、男女の恋愛観や恋愛心理を学んで、追われるモテ男になるためのノウハウを発信しています。よりご自身の魅力を高めたいという方、女性のリアルな声を聞いて圧倒的モテ男になりたいという方や、理想のパートナーを探したいという人は、ぜひチャンネル登録をしておいてくださいね。また私の公式 LINE では、最新情報や12大特典プレゼント企画を実施しています。コメント欄や概要欄から受け取ってみてくださいね。では早速本題やっていきます。まず一つ目は、いつも以上に可愛い綺麗な見た目になるということです。あなたが女性と2人きりになった時、あれ今日はいつもよりなんか可愛いなとか、今日の服綺麗めで素敵だなと思ったことありませんか？女性があなたと2人きりになった時、いつもよりも可愛い綺麗な見た目になっているなら、それは脈ありサインの可能性があります。なぜなら、女性は気になる男性に好印象を与えたいからですね。だからこそあえて見た目を整えるんです。具体的にはこれからお伝えする見た目になっている場合、脈ありの可能性が高いです。メイクがいつも以上にキラキラしている、凝ったヘアアレンジをしている、服装がいつもよりも大人っぽい、もしくは可愛い。もしこのような外見の変化を感じたら、女性を褒めてあげてください。今日なんかいつもより可愛くない？とか、めっちゃいい匂いするんだけど香水何つけてるの？とか、このようにあなたの変化にちゃんと気づいていますよと、さりげなく男性側から伝えてみてくださいね。2つ目は、悩みを打ち明けてくれるということです。女性の脈なしサインとして挙げられる代表的なものは、隙がないということ。逆に隙をたびたび見せてきたりアピールしてくる女性は、あなたのことが気になっている可能性が高いです。特に好意を持ってて脈ありの傾向が強い隙は、自分の弱みをあなたに見せることです。あえて弱いところを見せることで、自分をもっと知ってほしいとか、今よりも深い仲になりたいと思っているんです。女性の悩みや弱い部分は人それぞれ異なるもの。過去の失恋や仕事、友人、家族関係など、もし好きな女性があなたにそのような悩みを打ち明けてくれたら、その話に耳を傾けましょう。中にはちょっとあざといと思う方もいるかもしれませんが、好きな人を目の前にした女性の多くは、素の自分を知ってほしいと思うものなんですね。あなたのことを信頼している証拠でもあるので、ぜひチャンスを逃さないようにしてください。3つ目は、2人きりの時にギャップを感じるということです。例えば、この人みんなの前ではテンション高いのに、俺の前だとおとなしいな、このように大勢の前とあなたの前での女性の外見と行動にギャップがあるなら、それも好意のサイン、脈ありサインの可能性が高いです。なぜなら、女性は好きな人を目の前にすると意識していつも通りに振る舞えないことがあるからですね。また中には、みんなの前ではカジュアルな服装なのに、2人きりの時には綺麗めな服装になるという女性も。このような女性はあえてギャップを演出して、私にはこういう一面があるんですとアピールしていると考えられます。ギャップの出し方は様々ですが、女性の見た目や行動を見てみて、俺と2人きりの時いつもと違うなと思うなら、それはあなたへのアプローチかもしれません。次、普段見ないような可愛い表情をするということです。女性は好きな人の前だとつい顔がほころび、表情が豊かになるものです。なんだかいつもより笑ってくれてるなとか、いつもよりはしゃいでいて可愛い、こんな風に思ったら、それは女性の脈ありサイン、好意のサインかもしれません。また女性は好きな人をついつい目で追ってしまうもの。いつも以上に目を見つめてきたり、甘えるように上目遣いをされる場合も、自分の気持ちをアピールしているという可能性が高いです。5つ目は、体の距離が近いということです。女性は好きな男性にはなるべく触れたいと思うことがあります。それは男性も同じですよね。これは計算してあえてしているのではなく、好きな相手が目の前にいると自然に湧き起こる感情です。
周りに人がいて見られていたら軽めのボディタッチでもかなり抵抗がありますが、二人きりなら周りの目も気にせずに近づいてボディタッチもできますよね。みんなといる時は全然なのに、二人きりの時は距離が近かったりとかボディタッチが多いなと思うことが多いなら脈ありの可能性大です。なぜなら人にはパーソナルスペースがあり、信頼度によって相手との距離が変わるからです。例えば夫婦くらいの中なら体が密着するほど近づいても嫌な気持ちにはなりません。一方電車の中で見知らぬ人が自分の体の近くにこう寄ってきて肩とか腕が触れたら男女問わずちょっと嫌ですよね。このように人と人とのパーソナルスペースは異なり、その距離は信頼度や親密度によって変わるんです。パーソナルスペースは隠しきれないその人の本音が現れる部分でもあります。女性の方からあなたに近づいてくるとか、軽めのボディタッチが多いとか、話すときお互いの距離が近い、このような場合は女性もかなりあなたを異性として意識している可能性が高いです。女性の本音が気になるときはぜひこのパーソナルスペースにも注目してみてください。6つ目は長時間一緒にいられるということです。付き合う前のデートは夜ご飯食べに行こうとか、映画行って軽くカフェでも行くというような感じで、あまり長時間会わないようにすることが多いですよね。ですが2人きりで会った時、時間の制約なしに長時間一緒にいられるなら、女性もあなたに好意を抱いている可能性が高いです。なぜならそもそも好意がない相手と長時間一緒にいたいと思わないからですね。男性もそうですが、嫌いな相手と会うのにわざわざお金を払ったり時間を作ったりしないですよね。これと同じことで女性も嫌いな相手と長時間一緒にいようとはしません。会った時自然と話が尽きないとか、半日以上一緒にいられるという場合はかなり脈ありだと言えます。そんな脈あり女性をもっと魅了させるためにはこちらの動画もおすすめです。はい、7つ目は会った時次のデートの約束ができるということです。食事やデートをした時、次はどこに行くとか、来週ここに行ってみないという会話が普通にできるなら、かなり脈あり恋人の一歩手前だと言えます。特に女性の方からこのようなお誘いをストレートにしてくれるなら、かなり好意がある証拠です。この機会を逃さずにあなたの方からも積極的にアプローチしてみてください。そもそも次の食事やデートのお誘いをするのは勇気が必要です。誘っても相手が OK しない場合もありますし、急に表情を曇らせてちょっと予定があってごめんなさいなんて言われてしまったら、アプローチする気力もなくなってしまいますよね。だからこそ女性の方から次のお誘いがあるのはかなり信憑性が高い脈ありサインと言えます。もし次の食事やデートの話になったら、男性側も好意があったらすぐに応じましょう。できればその時に行くお店や会う時間帯まで決めておくと、より次のデートまでの流れがスムーズにいきます。ご紹介した女性が好きな男性と2人きりになった時に思わずしてしまう行動は、同じ職場やコミュニティ、学校、サークルなどが同じだと一層確かめやすいです。気になる女性が身近にいる男性は、ぜひお伝えした内容を踏まえながら女性の行動や仕草をチェックして脈ありサインかどうか見極めてください。また脈ありサインを察知したとしても、そこで待ちの姿勢を取ってしまうと女性が離れていってしまったり、他のライバルに取られる可能性も。女性からの行為を察知したら早めに行動して相手との関係を深めてくださいね。ということで、これからもモテ男になるために魅力アップする役立つ情報をお届けするので、見逃さないようにチャンネル登録しておいてくださいね。またお会いしましょう。